今日は3月15日水曜日です。よく晴れて、暖かいです。サイトに、タイニーハウスのコンストラクションサイトに来ました。まだちょっとこうぬかるみの状態ですが大丈夫です。今日はここに、このブロックを積みたいと思います。1列目ですから、慎重に積んでいきます。もう一回この水糸を張り直します。英語で何て言うか知りませんが、これは水糸というらしいです。お天気はいいです。朝から頑張って、1列目のブロックを置きました。初めの設計よりもちょっと大きくしようと思ってチェンジマインドしたんで、また掘り始めました。向こうからここまで、4m50にするつもりでしたが、あともうちょっと90センチ伸ばして、5m40にします。で、幅も220から40センチ伸ばして50センチ伸ばして270にします。そんなわけで、またもうちょっと掘ります。割とストレートに置くことができたと思います。あとは練ったセメントをこういうところに、このつなぎ目に入れていくと、これが一体もんになります。Thank you.
仕事はここまでです。
一応一区切りつきました。はい、一応ブロックにセメントを流しました。あとは2日ぐらい、2、3日で固まると思います。まっすぐかどうか見てみます。どうやろ、どうですか、どうですか、まっすぐでしょうか、ちょっと曲がってますでしょうか。はい、あとはお片付けして帰ります。以上です。